65の弟モンキアでございます。ということで、今回は、ゲストに来てもらっております。どうぞ。どうもバレエの友達のハリーです。はい、ハリーくんです。はい、背高いですね。何センチなんですか？172とか3ぐらいです。すごいですね。はい、で今回は、はい、こちらのティッシュの先を、細くして小よりね、小よりとがらして鼻に突っ込んでどっちが先にくしゃみをできるかという対決ですね。はい、ちなみに、ハリー君今風邪をひいてるんですか？一応ちょっと鼻水が出ます。はい、ちょっと危険ですね。で、3回戦します。その中の、1回戦で僕が負けてしまったら、こちら僕が負けてしまった負けてしまったら、はい、こちらの葉っぱと薄めた牛乳を一気飲み、全部飲みます。はい、そういう感じで、で、2回戦目で負けたら、はい、この棒で頭を叩きます。はい、3回目に負けたら、どっちかがバレエやってるのでバレエを踊りますという対決です。それでは行きましょう。レッツゴー。それでは1回戦目やっていきましょう。はい、2人とも尖らせました。よし、じゃあ用意スタート言ったら始めてください。はい、鼻水出さないでくださいよ。はい、用意スタート。罰ゲーム、こちらちょっとですが葉っぱと薄めた牛乳を飲みたいと思います。あー、やだな。いただきます。葉っぱが苦っ。この桜の葉っぱなの、苦っ。じゃ牛乳いきます。一気飲みだ、一気飲み、全部全部いけ。まずいです。はい、ということで、2回戦目です。2回戦目はこの棒で頭を叩きます。レディーゴー。ちくしょう、また負けちゃった。じゃあ罰ゲームね。いきまーす。あー、やだ。3、2、1。ちょっと3、2でやんないで。3、2、1でしょ。いった。それでは3回戦目です。じゃあいきます。用意スタート。出ました。やっと出ました。やっと出ました。はい、ということでありがとうございました。はい、はい、それでは次回もお願いします。またねー。